やっはろー、こんばんは。どうも、アニメリアク職人ハマーです。はい、現在2月5日土曜日の午前2時4分になるとしてますね。さあ、ただいま、スローループ見終えてね、今アップロード中、なぜかむちゃくちゃ時間かかってます。はい、なんでもう待ってられないんでね、今の間に週末のハーレムの5話ですね、Dアニメストアでいきたいと思います。はい、じゃあ簡単に自己紹介。僕の名はマジ大道芸人ハマーと言います。これが本業です。衣装瓶に乗ってジャグリングしてハーモニカに、そしてタンバリンを叩く、世界唯一の技の持ち主で、この本の著者です。現在41歳、芸歴16年目ですけどもね、普段子供たちの前でショーをやってますが、やればできる、諦めないね、伝えたくてやってますが、現在はコロナの影響で約2年、ほぼ無職状態で貯金だけでなんとかやりくりしてます。はい、で今はね、この YouTube でアニメリアク職人としてね、アニメリアクター活動をね、諦めないというね、姿を見ていただきたくて、1年11ヶ月ほど毎日休まず動画投稿し続けてます。泣かず飛ばずなんですけどもね、ぜひとも応援よろしくお願いいたします。はい、で僕の詳しい自己紹介、ホームページ、SNS、各種 PV、プロフィールなど、すべてね、説明文に載っけてるんでね、ぜひとも見てやってください。で今年の9月ぐらいにはでかい発表があると思います。で過去のアニメリアクション動画は再生リストにまとめてます。作品別にね、ただし1年5ヶ月分のね、動画が消えちゃってます。残念でした。では行きましょう。 Dアニメストアですね。3、2、1、スタート。さあ、スオーミラがね、外されましたね、あの担当からね。で、エリサが一体、どうなってんねん。あれ、今の誰？テレビ出てるもんね。これ誰？さっきの黒田マリアと片桐レア、前回はあれでしたね、土井翔太だったっけ、前回は翔太が学園の秘密を知りましたね、前回は。全員が翔太とメイティングを望んでるというね、女の子たちが集まってたということと、で、レイトがあまりにもメイティングをしすぎひんすぎて、スオミラが、鋼鉄となったわけですね、前回。
なんか男苦手っぽいよな。うん。不民感。男嫌いっぽいね、この。まあ、でも本番はそれぐらい厳しいなあかんねんね。大いなる感じがしてるね。何歳やねん。それが最初の犠牲者っていうサブタイトルかな。あれ、すごいミラー。あれ、なんていうか、竜造寺。あ、竜造寺、あかねやったっけ。真っ黒。黒だだけに真っ黒。喋り方が、うん、サブタイトルね、最初の犠牲者山田水。
ちょっと硬そうよね。山田水は何歳？ケツ黒。手で。わお。どこか分からへんかな、これ。今どこを笑わそうとしたの。もう真っ黒すぎて分からへんな、これ。急におばあちゃんジョーク。サブタイトル来た。あれだけどエリサが、あれエリサや。なんで、どういうつながり？
観光婆さんやね。サウナにずっと。あれ、これオープニングで映ってないか。オープニングで映ってるね。急に暑さ我慢大会。黒え。ここ黒いね。おセックス。このタトゥーの紋章は何なのね。山と魂、沿線井上か。前回の同意招待やないか。片桐の顔。かわいそうに。急に小悪魔現れたね。谷口の
似てるけどね、この2人。